こんにちは。山形県の合山城パークでございます。山形県のちょうど真ん中が私どものエリアでございます。そして合山を源流とする河川の流域一市二町二村がこのエリアの中にございます。そしてかつて海底であった琵琶丘陵が流域いたします。そこを浸食して最上峡ができます。いくつかの火山の形成と崩壊が見られる。これが合山の特徴でございます。そして文化的には、湯田野山、羽黒山も含めて琵琶三山、山岳信仰で栄えまして、古くから多くの方がおいでいただきましたが、七本の渡海道でつながっている地域でございます。さて、合山城パークのテーマでございますが、雪、風、大地の恐れと恵みと設定をさせていただきました。雨どこにでもあるんじゃないの、当たり前。いや、合山のこれらは実は当たり前ではございません。まず合山には10メーター以上の積雪が積もります。日本屈指、世界有数の豪雪地帯でございます。どうしてこんなに雪が降るんでしょう。地方研究いたしました。300年前に琵琶丘陵が隆起いたします。50万年前に合山が火山でできます。そして最終氷期であります1万年から7万年前、西側の山体が大きく崩壊していきます。ここに急な崖が出来上がります。日本海側から湿った空気、強い風が吹きつけます。そうすると一気に上昇気流800メーターかけて降ります。そこに雪雲がたくさん出て、そして緩やかな東側にですね、多くの雪を積もらせると地形になっておるところでございます。これが山体崩壊したものでございます。ちなみに我々のロゴマークはこれでございます。この山々でございますが、雪崩、除雪、冬は本当に生活を耐え忍ぶという形になっております。しかしながらこの雪が実はたくさんの恵みをもたらします。水、ブナ、山菜、キノコ、なんといっても夏 T シャツでスキーができます。冬は多すぎてスキーができないんです。除雪が追いつきません。そして山々がですね、雪に覆われるこのエリアは夏にもあるということは、やっぱり人々に池の根を起こさせる、山山を巡って生まれ変わるというこの出羽三山の山岳信仰は、この圧倒的な雪が実はルーツであるというふうに思っているところでございます。そして風でございます。実はこのエリアに吹く風、清川出しと言われまして、三大悪風の一つというふうに数えられております。なぜ強いのか、どこから吹くのか、条件といたしました。実は出羽丘陵を隆起いたしますが、それを浸食して出来上がったのが実はこの最上川でございます。日本海側から庄内平野を吹く風、これが一気に集まってまいります。最上川に吹き込みます。 JR の稲穂を脱線させてしまうというぐらいの風でございます。一方、東側から奥羽山脈から吹き下ろす山瀬、これも最上川に吹き込みます。スリット状態になっております。ですので風が媒介化します。そして吹き出す庄内平野のところから清川地区、そして清川出しと呼ばれますが、夏特に農作物に大変な被害を実は与えてきております。風の恐れでございます。しかしこの風は実は最上川府南を支える、そして北前船につながりました。山形の紅花、京都に運んで美人を作りました。西回り航路で江戸の町人の胃袋を庄内巻いて満たしました。経済を支えました。最近では風車、風力発電を起こして再生エネルギーとして使っております。さて第一、合山全域が地滑り地域でございます。そう言っても過言ではございません。また1万年前に火山でカルデレができました。そこの火口、中央口はまだ地熱活動が続いております。大地が動いています。集団で地滑り移転をいたしております。しかしこの地滑りがですね、実は田中を作る流山大地を作って牧場放牧ができる、白洲大地のそば畑を作る、塩の河口で温泉が湧いて1200年の湯治文化を私たちに与えていただいております。恵みでございます。こうして見ますと合山の雪、風、大地、大変過酷です。厳しいです。人が踏み入るようなことをなかなかできないようにします。しかしながら
その恐れはあるんですが、一方でこの自然だからこそ私たちは豊かな恵みをいただいている。ですのでこの恐れという部分と恵み、絶妙な微妙のバランスの上に実は成り立っているのが私たちの生活でございます。地上が人々の生活と密着しております。当たり前だと思ったのは地上の活動を通して実はいつまでも雪に覆われ下界とは違う世界になっている。厳しい自然ながらも池の根を持って自然の恵みを上手に取り入れた暮らしの文化がある。これが私たちの誇りでもありますし、地方活動で伝えていかなければならないものだというふうに思っているものでございます。さてこのテーマをうまくつないでいくために5つのサブテーマ、ストーリーを作っております。1つは盛り上がる大地、2つは火山活動と山体崩壊、3つは地滑りと人々の暮らし、全域です。大地への恐れ、山岳信仰等がなります。そして合算の山麓に暮らす恵みをどういうふうに使っているかというストーリーでございます。これらを現場で見られるように28箇所の地方サイトを設定いたしました。さてこの組織でございますが、行政はもちろん国県、地元の市町村は当然でございますが、教育研究の文化団体、商工観光の民間の方々、ガイドの方々、自治会、こういった方々に参画をしていただいております。民も官も一緒です。山口さんも船頭さんも おかみさんもですね、場ガイドをしていただきます。そして組織でございますが、5つの専門部会を構成して具体的に展開をしていく。事務局は厚生市町村、2人ずつ派遣をして、今年から、専任職員も置いております。そしてカバーしていただくのは山形大学に科学的思考活動を支援していただく最多センターというものがございます。それからガスタンマイスター、地形室に詳しいマイスターの方々がいらっしゃいますが、こういったボランティアの方々に実はサポートをしていただいております。そして具体的な事業計画、5年間にわたる計画を今策定中ではございますが、具体的にこういうことをしていきたいというふうに考えております。ジョーパークの学術会議を開催していく。それからジョーガイドを5年間で100名養成していく。今もやっておりますが、学校教育の中、社会教育の中でもきちんとカリキュラム化していただく。それからモニターツアーをしながら独立型商品を稼働させていきたい。ジョーサイト28箇所にきちんと誘導体制、案内体制を整備したい。それから自主防災組織ごとにですね、サイト別の学習会をしたい。ネットワークへの積極的な参画は当然でございますが、平和三山山岳信仰の八方七口プロジェクトを展開していきたいというふうに考えているところでございます。さてこれまでの活動でございますが、ここに書かれている通りに延べ100事業を展開して意識啓発研究に取り組んでまいりました。ワークショップ等々では、5人の自治体のトップも手に手を取って決意を固めていただいているところでございます。それから中川先生、山田屋の八木先生、環境省の自然保護官からもアドバイザーとして迎えさせていただいてご指導いただいているところでございます。さらには首都圏の JR 駅構内、空港、商業施設でのプロモーション、また中学生の親子学習、こういったことも展開をしているところでございます。それから各種啓発資料、こんな風にして作りながらですね、全国配布もしながら意識啓発をさせていただいているところでございます。さて場ガイド、山形大学にこの合算の地質試験に詳しい学習制度がございまして、そのマイスター称号の制度と連動させていただいて養成講座を展開させていただいているところでございます。そして他の大学とも学術連携をさせていただいております。東北だけでなくて跡見学園女子大学とも提携をさせていただいているところでございます。そして地方ツアーも実施してまいりました。これから私どもジョーパークに託す思い、やりたいこと3つ申し上げたいと思います。合算を取り囲む我々は仲間であるという共通認識と、合算に住む誇りの情勢をしていきたい。2つは他のジョーパークとも交流連携強化を図りながら、合算ならではの地域文化産業を確立していきたい。3つ目はジオの魅力を磨いて現代人のですね、心身回復を図る再生地作り、現代版の山岳信仰といいますか、そういうことをジオパークを通してですね、やっていきたいというふうに考えているところでございます。さて、ジオパークの活動取り組みに少し映像でご覧になっていただきたいなというふうに思っているところでございます。
これは地方ツアーの様子でございます。またワークショップを兼ねてもさせていただいているところでございますが、区域を超えてやらせていただいております。さらにはインバウンドの地方ツアーを実施をさせていただきました。どうぞ映像を見ながらですね、生活しているところでは多分一番人気深いお宿の経営者の方にちょっとお話をさせていただきます。皆さんこんにちは。私、合算の南側の山麓の合算静岡線で旅館を営んでいるものでございます。先ほども何回も紹介がありましたけど、私どもの住んでいるところ積雪5メーターに達します。で、人が暮らしているところでは日本一、世界屈指の豪雪地だというふうに考えております。で、かつてはですね、2度の参り、西の大石、東の井戸のと言われた行者の方をお世話しておりましたが、今では那須山の夏スキー、スキーの別科として、また日本百名山の一つとしてたくさんの方を迎えております。で、合算は原布の厳しさ、あるいは地方の優しさ、大地の恵みというのを両方持っておりますけれども、私たちの暮らしが自然と深く結びついて営んでおります。で、その暮らし自体が一つの事業サイトになるんだというふうに私ども考えておりまして、で、旅館に携わる我々にとって合算と地域の人とお客様をどうやって結びつけるかというのが大切な仕事だと考えておりますので、今後ともですね、事業パートに深く深く関わってまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。豪雪が大変事業ツアーとしては効果があるというふうに評価をさせていただいて、私たち実施を持たせていただいております。最大の需要資源がですね、大変実は恩恵になっていく、ひたすら生活苦、忍耐をするということではないんだなというふうに実は確認させていただいているところでございます。需要パーク、これで私ども改めてですね、実は行政ブロックで4つ点では分かれているんですが、3つのブロックに実はこの自治体分かれております。これを一緒にしていく手法としては合算地方パーク、地方パークの取り組みが実は最高の手段だと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。